それでは今日の分の収穫を始めましょう。くれぐれも怪我のないように作業してください。さて、じゃあ僕は向こうの方をやってくれよ。こっちの方は頼んだよ。はい、頑張ります。あれ、これから収穫するの？ええ、時間のあるうちに熟しているものは収穫してしまおうという判断です。エスカちゃんも一緒にやらない？私、リンゴ摘みを初めてだからやり方とか教えてほしいな。うん、いいよ。ありがとう。それじゃあよろしくね。大きく真っ赤になったのだけ取ってね。まだ青い部分が残ってたらそれは取らなくていいから。了解。それが一番食べ頃なの？うん、手が届くのだけで大丈夫だから無理しないでね。確かこうやって、おい、よいしょ。やった、取れた。あー、それじゃダメなんだよ、ニオさん。え、ちゃんと習った通りにやったよ。ええ、しかしヘタが取れてしまっていますね。ヘタがないとその部分から少し早くダメになってしまうんです。なのでヘタが取れないようになるべく身を傷つけないようにして取ってください。そうだったんですか。結構難しいな。大丈夫、ヘタを残すように注意して教えた通りにやればうまくいくよ。あ、このリンゴちょっと傷がついちゃってるけどどうしたらいいの？それも取っていいよ。そういうのは加工したり料理に使っちゃうから。そうなんだ。じゃあこれも取っちゃうね。よいしょっと。あ、ここのやつ真っ赤で大きい。慎重に慎重に。やった、綺麗に取れたよ。あらあら、よかったですね。では傷のないものはこちらのカゴに入れてください。傷物は先に運んでおきますね。それではよろしくお願いします。クローネさん、いつの間にかあんなに取ってたんだ。クローネはリンゴを取るのが本当にうまいからね。こうなったらクローネさんに負けないくらい取るぞ。今日の分はこれで終わりかな。お疲れ様でした、ニオ。今日はお手伝いありがとうございました。後で取れたてのリンゴを進呈しましょう。今日の作業のお礼です。本当ですか？やった。あの、クロネ、私の分は？あらあら、仕方ないですね。それでは久しぶりにタルトを作ってあげましょう。わあ、クローネのリンゴタルトって久しぶりかも。手伝いに来てよかった。